はい、えー、こんにちは。そっか、塾の久保でございます。今回ですね、NFT に気をつけろというタイトルで、私のようなね、インフルエンサーにどんな NFT の案件が来るかってことを合わせてお話していこうかと思います。まあ、実はね、2017年から2018年に ICO バブルっていうのがありまして、あの時も同じようなものが来ました。ほとんどテンプレートというか同じですね。 で、その時も、ICO に気をつけろ、インフルエンサーに来る案件の数々を解説ということで、大体いいね、英文で来る例が多かったり、英文で来たものを和訳にして、それを流す中抜き業者がね、日本にあったりとかして、どっちかが来たんですけども、英語で来た分はね、こういうふうになってますね。まあ、そんなに難しい英語じゃないんで、簡単に読めるんですよ。要するに、ここにね、あの、最初の30秒、 あなたの作ってくれた YouTube 動画の最初の30秒に私たちの NFT の紹介をしてくれるとまあ10万円払いますよ1000ドル払いますよっていう風に来てるわけですよねまあ今1ドルが140円くらいですから14万くらいですよね最初の30秒で NFT の紹介動画を私がねちょろちょろっと喋るともうそこでねあの14万くれるって話なんですよあとその売上実績に応じて、えー、この NFT の販売の売上ですよ こちらに応じて、まあ50%とか遅れるよってこともね、えー、大体書いてあるんですけども、そんな内容になってます。ちょっと和訳したのがありますから読んでみましょうか。まあ、こんにちは。なんとか監督 NFT っていう会社です。コマーシャルマネージャーです。広告にご協力いただけますでしょうかと。あなたの動画の冒頭で、まあ私が毎日動画をたくさん出してますけども、その冒頭の動画の頭のところにね、あの30秒のプロモーションしてくれたらあの1000ドル払いますよって書いてあるわけですよ。 で、私が一日にね、20本ぐらい動画上げるとして、全部の頭に30秒の NFT 動画をつけると、それぞれに14万円支払いますんで、えー、一気にね、280万円の日当が上がるっていう仕組みなんですよ。で、これ飛びつくでしょ、結構。うん。で、えー、その報酬額で不十分だと思われる場合は、別の金額を提示していただけば、まあ判断しますよってことなんですよ。美味しいでしょ、これ。こういうのがね、インフルエンサーに来るわけですよ、もちろん私にも。 で、これを今回は NFT ですけども、前回は ICO で来たわけなんですよ。2017年が2018年。で、これを見てピンとくるのは、確かに自分に動画を作った責任ってのは及ばないから、どんどんね、流せばいいような気がするんですよ。自分は儲かるから。でも、自分の視聴者さんに損害を与えるってことを分かっていて、私はちょっと流す気にならなかったんで、前回の ICO バブルには一回も参加しなかったんですよね。まあでも他の YouTube をやってる方っていうのは、 バン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 こういうのやってねまあいろんな暗号通貨の i c o に参加を呼びかけて多くの人がそれに資金を流したってことなんですよねえー、この仕組みがありますんで今回 NFT とかねメタバースとかねあのディファイとかあるでしょあのまあ私の口から言えば全部インチキですからね関わった瞬間お金がなくなりますでそんなことでね儲けようと思うその根性がまずは間違いなんですよ あの、投資で資産を作るっていうのは、一発逆転するような問題はなくて、ちゃんと投資のロジックを一から積み上げて、少ない金額から徐々に金額を増やしていってっていうのをやるだけなんですよね。そういうのをやりたくない人がこういう風うなところで資金をバンバン失って、で、その資金を狙っている、まあ、いわゆるね、インチキな人たちが群がってるってことなんですよ。だからね、こういう考えをね、あのー、早く皆さんにはなくしてもらいたいなと思います。こういうことで儲けましたとかね、 あの、資産の増加が図れましたみたいな。じゃないんですよも、もう。本当になんかね、バカバカしいと思いますよ。こんなの出す人も、流す人もですよ。うん。まあ、取り組む人もね、もうちょっと考え方変えた方がいいと思います。で、ちなみに、私はこういう風に返信をしてみました。まあ、英語でね、返信したわけですけども、翻訳すると、ご連絡恐縮です。この度は魅力的な話をありがとうございます。共同でビジネスができれば幸いです。ぜひ話を進めさせてください。ビデオを送りいただければ幸いです。ということで、 まあこういういに、ね、送ってみたんですよ、まあ、これはもちろん私が受けたということじゃなくてこういうふうな返信をすればどんなお誘いがあるのかなってことなんですよ。で実際にお誘いいただいたあ返信メールとかにある、まあ、膨大な資料があったんですけども著作権に関わることなんでここではお話ししませんけどもただねやっぱり多くの人まあ何て言いますかね詐欺に巻き込むためのあの手この手がテンプレートで示されていましたよ。 で、この後に返信されてくるテンプレートも、そのテンプレートを作ってる会社があるんですよね。うん、だからインチキの商材を作る会社があって、その商材を買ってくるインチキ業者がいて、そのインチキ業者がこういったメール代行業者にメールをお願いしてみたいな、あの30構造、40構造になってるんですよね。で、えー、YouTube 活動してる人はこういうお誘いが来たら嬉しいじゃないですか。あ、企業案件だと思うでしょ。うん、企業案件のところじゃないですかね、こんなんね。あの、今日も来てますからね、これね。 うんあもう消しちゃったかな消しちゃったみたいですね。うん、これかなこれじゃないの。消してますね、もうね、私もね、えー。というところでね、もう日々来てますんで、気をつけてもらいたいなっていうところで、えー、今日の紹介をさせてもらいました。